整形外科は運動期なので、やはり何かしら、腫れてるとか、症状が出た時受診していただく、ちょっとでも異常が、違和感があったらやっぱ受診していただく、そういう形かなと思います。はい。やはりコロナの患者さん、特に重症患者さん、筋力落ちて、まあ、整形外科的に、コロナ良くなったんだけども、歩けないという方が、多いです。そういった意味で積極的にリハビリ、理学療法の介入というのは必要だと考えて、その辺をリハビリ科と、まあ、理学療法士の方にお願いして、積極的にやっていただいてます。あとはですね、食事の接触のリハビリとかもありますので、まあ、しっかりと、最初からフェイスシールドされて、しっかり PP 取ることによって本当に、院内感染なくできてますので、なるべく精度の高い検査、そして患者さんの背景、しっかりとその患者さんの、入ってこられるまでの行動、ご家族の状況を確認させていただいて、入院していただいてという形になりますので、もう通常であれば入院前の検査1回やって次入院ですけども、さらに、入院の直前1日2日前に来ていただいて、もう一度胸のレントゲンを取る、そして、ちょっとでも疑わしければ CT 取らさせていただく、そういったことをやってました。徐々にコロナの検査体制が高まってきて、PCR ができるようになってということで、まあ、10月ぐらいからは入院の数日前に来ていただいて全員 PCR 検査をやっ てやってました。皆さん自宅で過ごす時間が長くなってしまってますので、なかなか運動不足っていう部分があるかなと思います。やっぱり、筋肉は大事ですし、筋骨格鍛えるためには適度な運動をしていただいて、ですから、お高齢の方たちはお家で歩くとかでも結構ですし、今整形外科ロコモトレーニング等々をあちこちらで、ご紹介してますから、まあ、ある程度高齢の方はですね、お家でロコモトレーニングみたいなことをやっていただいて、若い方の場合にはやっぱ公園とジョギングとかですね、していただいてですね、やはり運動していただくことが大事かなと思います。ちょっと痛くても、まあ今コロナだから、あるいはちょっと気持ち悪くても今コロナだからってことで思われる方多いと思います。やはりそうすることによってですね、本当に診断の遅れでですね、本当に患者さんの健康状態、健康被害があってはやっぱり困ります。本当に病院はある意味コロナに関しては安全なところ、私は自負してますので、ちょっとでも不具合、具合が悪いとか、何か心配だなってことがあった時にはですね、本当にまずはかかりつけ医の先生に相談していただいて、そしてかかりつけ医の先生から、ご指示があれば躊躇することなくですね、病院受診していただいてという形で、コロナ本当に正しく恐れていただきたい。